それでは今日メインの学習というかですね、勉強会をさせていただきます、当社のこの LVD 無電極ランプというランプをご紹介させていただきます。LVD というのは、ローボルテージディスチャージャー、要は節電効果が非常に高いランプでございまして、このランプの特徴を言いますと、まず省電力、非常にその LED、 今日本ではやはりノーベル賞を含めて LED っていうところの照明がかなり進んでおりますが、全く同様の効果がございまして、省電力、それから明るく、で長寿命っていうのがこのランプの3つの大きなポイントだよっていうところで、まあ、70% 以上の節電効果がある。あとはよく使われてますのが水銀灯の 400W でございますが、それに対しては 150W のこの無電極ランプというところで、非常にその 50% 以上の節電効果がありますので、今日本でもかなりその電気量も高くなってまいりましたが、そういったところでは、今その節電ランプということでこういうランプに変えていただくところも結構今増えてきています。で2020年に、水俣水銀条約というのが、いよいよ開始されます。条約の内容がいよいよ実施されるんですが、まあ、そこで水銀のですね、すいません、5ミリグラム以上の照明に関しては今後は実食というかですね、使えなくなってくるということで、特に工場とかそういったところのですね、水銀灯ですね、こういったものが今後、水銀灯として使えなくなってくるというところでございます。まあ、それに対しまして、まあ、LED なのかこの無電極ランプ LVD なのかという、まあ、選択肢が出てくるんですが、まあ、そのこのランプ自体はその水銀灯に代わるものというふうに認識していただければというふうに思っております。でこのランプ自体がですね、非常にその明るいっていうところの、照明でございますが、なぜこのランプが明るいのかっていいますと、真ん中のですね、光の三大原色っていわれているのが RGB っていう、要はレッド、グリーン、ブルーというところでございます。で赤い線で書いてますその曲線がございますが、ここが人間の目で一番その明るさを感じる波長というかですね、光の波長でございまして、で青い線がございますが、青い線自体はこれは実は LED のその波長でございます。 LED はどちらかというと人間の目で一番明るく感じるその波長のやっぱちょっと少し前、450ナノメーターから500ナノメーターというところが一番強い光になってます。で当社の LVD ランプにつきましてはこの緑の線でございまして、先ほど言いました RGB、レッド、グリーン、ブルーですね、要は三波長と言われてますが、そこの部分に波形がですね、非常にその緑として3つの大きな波形が出てます。要は450ナノメーターのところに1つ大きな山があって、で真ん中に550ナノメーターの山があって、で600ナノメーターのところにもう1つあります。これが、いわゆる RGB の、非常にその明るく見えるところの波長が、このランプには特徴としてあります。でよく蛍光灯でも三波長とよく言われてますが、太陽の光ですね、太陽光線に非常に近い光というふうに位置づけされておりますので、非常にその明るく見えるというのがこのランプの特徴でございます。で長寿命というところでございますが、通常の水銀灯って1万2000時間ぐらいでございまして、24時間点灯しますと約1年ちょっとで、まあ、切れてしまいますが、で今 LED 自体はだいたい4万時間から5万時間と言われています。24時間点灯して約5年弱が、まあ、寿命というふうに言われております。でこの LED 無電極ランプにつきましては約 8万時間、約LVD の その倍の寿命を持っております。で8万時間と言いますと、24時間点灯しても約10年間ノーメンテナンスというところでは、非常にその寿命が長くて、なおかつ、明るさも維持できるというランプでございますので、 LED の倍というふうに思っていただければというふうに思っています。その寿命の長い、そのなぜそんなに寿命が長いのかと言いますと、実はちょっとこれマテリアルを書いてるんですが、ランプ自体はですね、蛍光灯と全く同じ成分でございます。中に蛍光灯と同じ成分が入ってまして、普通蛍光灯ってフィラメントがございますね。フィラメントが、まあ、放電して光ります。でそのフィラメント自体がやはりその放電とともにやっぱ消耗してしまう
ところでやはりあの先ほどの水輪灯もそうですが1万2000時間約24時間点灯しても1年ちょっとで、まあ、そのフィラメントが消耗して切れてしまいます。ところがこのランプはあの絵にありますようにフライトコアっていう要は磁石がですね2つ横についています。実際にあの実物前に置いておりますがシルバーのこの2つの輪がございます。缶の横に輪がございますがそこは実はあのフライトコアっていう要はあの電気磁石ですね。ここに電気が流れることによって、電気磁石に変わります。で電気磁石になった段階で中のですねその蛍光灯と同じ、要は原子と電子ですねそういったものがぶつかって可視光線となり紫外線として光るというところで要は外巻きのそのコイルですので非常にその消耗するものがないというところでは非常にその寿命が長い。これがあの長寿命の原理でございます。簡単に言えばあのそれこそあの電子レンジの中にその蛍光灯の玉を入れて電子レンジをあのスイッチを入れると電気が光るというような原理と一緒でございますので消耗するところがほとんどないというところでは約8万時間という寿命をあのよく言われるのが蛍光灯のまあ進化系という形にというふうに言われています。この、 あの発光源につきましては昔あの、1980年代にドイツでこの、無電極発光というような現象を、見つけられましてで日進月歩でようやくこういったこの照明として今現在に使われているというのがまあ現状でございます。今、はい、まあ、8万時間で非常にその長寿命要は消耗する部分がないと。ただこのランプ自体あの安定器やはりランプはですね安定器であのやはり電気自体を整流にしてそれから光らせてますので安定器の寿命が8万時間というふうに思っていただければと思います。ランプはずっとつきますので、もしあの消えた時も安定器を変えればまたそのランプは使えるというようなランプでございます。で安定器はなぜ8万時間といいますとあの電解コンデンサーを使ってますので電解コンデンサー自体がだいたい6万時間ぐらいからその気化していきますの で、まあ、あの温度の関係もございますがメーカー保証値で約8万時間というところであの各部品ですね各部品のメーカー保証値が約8万時間というところでそういう定義でさせていただいています。で極めてまあ発光原理自体は非常にシンプル でなおかつ消耗品がないというところでございます。で今 LED とのまあ比較っていうのが結構言われてますけどあの LED 自体はやはり日本 そのノーベル賞を含めて、まあ、徳島含めて四国もですね LED の街と言われてますがじゃあ LED と比較してどうなのというところでございますがこの缶の温度自体ですね温度自体はだいたい水銀灯は300度ぐらいまで高熱になりますけど LED も実はあの熱が出ないと言われてますが実は、ね、LED も発光ダイオードなんで熱は出てます。だいたい70度から80度と言われてます。でこの缶もこのランプ自体 LED 自体も同じく80度というところでは温度自体はですね全く LED と同じ、要は熱を出してやっぱ光るというような原理でございますので温度は変わりません。あと炎色性ってございますがこれは RA というのはこれは炎色性というのは太陽光の光にいかに近いかという数字で太陽光の光を 100% とすればだいたいこの LED 自体は80非常にその太陽光に近いというところでは物が見えやすいというのが大きな特徴です。はいではい、LED も最近80RA という単位で、まあ、太陽光に近くはしてますがその分やはりいい素子を使いますので、まあ、金額的には高くなっているというのはで、もう一つで大きな特徴でございますが適応環境温度というのがあります。要は周囲環境温度でございますけど LED はどうしてもですねその素子の部分に樹脂系要はシリコンを使ってますのでやっぱり熱がやっぱり40度、周囲がやっぱり40度以上になると、そこのシリコン部分がどうしても劣化してしまう。そうするとやっぱり早くこう暗くなったり切れたりとかですね、そういったトラブルがございます。だからまあ、こういったオフィスとか空調の効いてるところは LED は非常に有効です。単価的にもですね、明るさ的にも非常に有効でございますが、やはり特に工場ですね、工場関係とかですね、やはり温度の高いところ、要は例えば炉の近くとかですね、要はメッキ層の上とかですね、蒸気がこういろいろこう回ってるとか、ミストが回ってるところっていうのは、なかなかやっぱり LED といえどもですね、やはり熱の拡散ができないものですから、非常にトラブルが多いっていうのは現状です。ところが、当社のランプにつきましては、周囲環境50ですけど、実質もう60から70まで、
あの実証でいろいろやらせていただいてますけど、高温に非常に強いというところでは、まあ、各企業様でもいろいろですね、その炉の近くとかですね、結構多いのがその、メッキ層の上とかですね、あの塗装のブースとか、あとはその水蒸気がこう回ってるところ、いわば湿度の高いところ、こういったところにはこのランプ持ってこいの、まあ、あの非常に適した環境というかですね、使用できる環境でございます。まあ、そういったところは逆にあの非常にそのランプの交換もですね、現在水銀灯をつけられているところも結構多いんですが、非常にその危険性とランプ交換に対しての費用が相当かかります、ね。まあ、そういったところをこの無電極ランプに変えることで、まあ、長寿命もございますので、逆にその交換コストを含めたもの、こういったものが非常に節約できますし、なおかつ明るさも取れるというところでは、まあ、今後そのLED と、まあ、使い分けですね、 LED と LVD の、 その要は使う場所の使い分け、これでまあ共存はしていけるのかなというふうに思っております。あとはあの器具の重さにつきましても LED とほとんど一緒でございますので、さほどあの違和感はないと思います。で、色につきましてもですね、いろんな種類がございます。要はあのナトリウム灯の色、オレンジ色からですね、青い、あの要は青っぽい色まで、あの作ることができます。で、あの新日鉄さんなんかで使わせていただいているのが、やっぱり水蒸気が上がっているところって白いですから、やっぱりあの白いところに白いランプにすると、あの当てるとやっぱりよくわからないんで、やっぱ危険が伴います。そういうところはオレンジ色でですね、やはりその水蒸気が回っているというような、そういう色の使い分けもしていただいています。そういったことも可能でございます。それから次にあのちらつき眩しさっていうところでございますが、まあ、LED を見ていただければ、よく最近一時期車のヘッドライトとかいろんなところで使われてますけど、一旦 LED を見てしまうとやっぱりちょっと残像が残ってしまいますね。目が痛いというか、チカッとして目が痛いで、非常にその眩しさと要はちらつきというかですね、残像が残ってしまうというところでは、これ少しあの LED のですね、弱いところでございますが、この無電極ランプ蛍光灯の進化系でございますので、普段見てる蛍光灯と同じぐらいの柔らかい光で目に入りますので、さほどその目に痛さとかですね、そういうものはございませんので、特にあの工場なんかでやはりあの、作業員の方がこう LED をついてるところを見られると、やっぱり残像のことやっぱ危ないというふうに言われてます。ところがこのランプ自体はもう目にあまり残らないので、後ほどつけますけど、あの非常にその作業もしやすいというような評価もいただいております。あともう一つ、あの光の特徴っていうところで、あのこの無電極ランプ自体はですね、非常にその広角に光ります。左側が LED の光と思っていただければ、右側が LVD 無電極ランプの光でございます。 LED はどうしても直進性が強いんでスポットになってしまいます。で、結果的にその LED の、 あの光の強さがやはりあのマイナス面がありまして、あの LED と LED の間に立ってしまうと非常に影もできやすいし、なおかつですね、スポット的になりますので極的に眩しさがあると。ところがあの当社の無電極ランプ LVD に関しては、非常にその広範囲にこう広がりがありますので、あの重なり合ってですね、逆にあの光と光がどんどん重なって、要は影ができにくいというふうに言われます。特に工場系なんだっていうのは、その影っていうのはやはりデッドゾーンになってしまいますので、まあ、そういった意味では非常にその影ができにくいねっていうことで評価をいただいています。と、あと上の方を見ていただきますと、これがあの照度 の分布図でございますけど、あの LED 自体はやはり光が強いんで、どうしても空間が抜けたような感じですね。外から見ると暗いと、だけどあのちゃんとあの照らしている部分にはしっかり照度が出てるっていうのが、これが LED の特徴でございます。ところがこの無電極ランプは全体が明るくなりますので、その部屋自体も全体が明るく見えるっていうのが、あのこれ特徴でございます。これが大きな違いでございまして、 LED とこの無電極ランプの光の性質の違いでございます。で、特にあのちらつきの部分で言えば、 LED もそうですけど蛍光灯、水銀灯もそうです。これはあの点発光と言われてまして、1分間に何万回ってこう点滅している、それがずっと光で点滅しているように見えるんですが、ところがこの LVD ランプというのは、先ほど言いました2つ その磁石によって缶の中で右往左近にこの原子と電子がぶつかるので面発光と言われています。だから面で発光する、要はちらつかないというのは、要はあのフィラメントの、要はフィラメントの蛍光灯とかそういったものはやはりあの1分間何万回も放電しますので、やはりその安定器が悪くなるとその放電の回数があの落ちてきます。
よく蛍光灯がチカ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 しだしますね。あれはまさにその通りで、暗転機がとあのフィラメントがやはりあの、劣化してきて最終的にチカ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 しだして最後に切れるっていうのがこれが現象です。これはあの点発光、照明のもう典型的な、まあ、例でございますけど、まあ、1分間に何万回転こうついてるのがだんだんだん弱ってチカ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 こう点滅するっていうのが蛍光灯です。ところがこの無電極ランプ自体は面で発光しますので、そのチラチラチラつきっていうのがチカチカするのはないって言ってますね。特にあの病院関係の先生なんかは最近あの、一時期はその LED のスタンドを使われてたんですが、やはり非常に目が疲れるっていうのはその点発光が原因なんですね。要は何万回も点滅してるんで人間の目では見えないんですけど、その点滅してる波長がやっぱり目に来るんで非常に疲れると。で今病院の要は病院関係の先生が何を使っているかっていうと、バボライトっていう新しいライトを使っています。バボライトっていうのが要はその波長がですね、要は消える部分にもう一回そのつけるっていう、要は二重でつけたらこうやってあの交互につけてですね、要はそのちらつきを消すというそういうライトを使うと目に優しいって言われてます。ところが当社の無電極ランプは面で発光してますから、面発光なんで非常にその目の疲れがないというふうに評価はしていただいています。まあ、そういった大きなそのやっぱりあの光の特性ですね、面で人間の目ではなかなか見えない光の特性が実はこの LVD にはあのありまして、非常にその目に優しいというところがあのこのランプの評価でございます。まあ、そういったところで、まあ、これ実例でございますが、工場なんかの照明でですね、非常にその活躍を見せてまして、まあ、の水これは一例でございますが、水銀灯の400ワットが40灯あるところに対してあのこの無電極ランプ120ワットこれを40灯であの十分その元々のルックスが、元々水銀灯で100ルックス平均が100ルックスぐらいだったのがですね、あの現在 LVD で約150ルックスという平均照度も上がってます。節電できてなおかつこう明るくなってるっていうのがこの照明の特徴でございます。でまんべんなくその、隅まで明るいっていうのがこの特徴でございます。これちょっと一例でございます。でこちらは、蛍光灯ですね。蛍光灯を 40W のこの蛍光管ですねが58本あるところを、LVD の 200W で18灯に減らしたと。でなおかつまんべんなくその光の照度、要は平均照度を上げたと。蛍光灯はどうしてもですね、あの、まあ、こちらの蛍光灯を見ればですね、横には強いんですがこっちの縦の方には暗く見えますので、どうしてもやっぱりこういうふうにあの敷き詰めないといけないという部分があるので、その要はオフィスもそうですけど蛍光灯ずらーっとやっぱり並べないと全体的に平均照度が取れない。ところがこの無電極ランプちょっと参考に置いておきますが、360度、やはりあの家庭の丸いサークルと同じようにですね、非常に広範囲にこう照らしますので、非常にその要は少ない数で明るくっていうのをこういうことができるのがこのランプです。これも同じく蛍光灯、左側が蛍光灯の配列でございますが、これをあのオフィス用の360度光るやつに変えてます。80ワット9台を一応あの、無電極ランプ、無電極ランプ9台で、左側の蛍光灯32本これを置き換えて、なおかつ平均照度を上げて、なおかつ消費電力も下げたという例でございます。まさにオフィスとかですね、そういったところも今 LED もいいですが、あのやはりまず数を減らすということができますので、まあ、そういった技ができるのもこの無電極ランプでございます。でこの無電極ランプでございますが、先ほど言いましたあの磁石、要は電気磁石で誘導磁界を発生させますので、やはり電磁波含めてですね、あの要は電波法というもので、実は総務省の、定められています電波法というものにですね抵触します。で電波法にもちゃんと無電極ランプ他9件というふうに書いてありますけど、これは、要は検査を受けなさいと、要は総務省で、指定する、要はあのそういう検査の、セクションがございまして、でそこで検査を受けて、要はあのその必ず電気製品じゃノイズが出てます。パソコンもそうですけど何にしても全部ノイズが出てます。そのノイズがやはり周辺機器に、悪影響を及ばさないというようなちゃんとその EMC というのテスト検査でございまして、でそれを合格したらあの使ってもいいですよっていうのがこれは電波法なんですけど、
で当社はその電波法の試験に全てクリアしてますので、逆にそのいろんな無線が飛び交わってるところとか使ってもですね、全然問題なく使えますので、その辺は安心してあの使いできると思います。これはあの先ほど言いましたの自然光の非常に自然光に近いというところで、水銀灯はやはりちょっとあのグリーンが強いところもありますので、どうしても夜にこう赤いジャンパーを着ても黄色く見えるというのがあるんですね。黄色っぽく見えます。ところがこの無電気ランプ、赤は赤というふうに原色ははっきり見えます。あの例えばあの、実例でございますが、ユニクロさんの方でですね、実はこのランプを試していただいて、ユニクロさんって結構服も原色が赤色、青色っていう原色の強い服の色があるんですが、一応デザイナーの方に全部見ていただいて、非常にその原色の色が分かりやすいというところでですね、その辺は評価をいただきました、はい、ちょっとランプの方をつけてみますので、これはあの今日はあの天井タイプでございますけど、ハイベイドのやつを持ってきています。で200ワットですね、大体あの500ワットの水銀灯の相当のランプでございます。であの一応フリーボルトで、一応下は90から上は270まで70ボルトで対応ですので、まあ、普通 の, あの100ボルトのコンセントさせてもパッとつきますので、はい、まあこう見ていただいてもそんなに LED みたいにこうギラギラしないっていうのと、普通の蛍光灯の感じですね、はい、で見ていただいて目を外しても残存がほとんどあまり残らないっていうのがまあ大きな特徴です。で要は本当に蛍光灯の進化系のでかい版っていうふうに思っていただければと思うんですけど、で先ほどの言ったこれが、ここがシールなんですね。ここにその要はあのネジウムというかですね、電気磁石が入ってまして、ここにだからコイルで電気が流れることで中で誘導磁界を発生させて光るというような原理ですね。消耗するものがほとんどないというのが瞬時につきましたね。瞬時につきます、はい。水銀灯だとそうですね、切ると大変ですね。大変です。あの水銀灯大体スイッチ入れて15分で、一遍切って再点灯だって大体30分ぐらいかかるんですけど、はい、ところはもう、はい、このランプはその辺はもうパッとつく。でもう一つあの水銀灯っていうのはあの突入電力、要はあのスイッチ入れた瞬間に普通400ワットの水銀灯でもですね、うん、スイッチ入れるともう500近いドーンとその、うん、要は光らそうって光が、うん、あの要はライトが要求するもんですから、うん、逆に突入電力って専門的に言いますけど、突入電力がすごいんですね、水銀灯とかそういったものは、うん、ということはこのライトはもうスッとこう上がりますので、突入がないんでつきますから、うんうん、大体その 80% ぐらいについて、それからすぐにずーっと 100% になりますので、うん、逆にその突入電力はありませんから、もうそのままパッとこう、はい、確かに直視してて目をそらしてもそんなに残存はないですよね、はい、まあ、これがもう大きな特徴です。熱も先ほど言いました通り、もういらっていただいてもんですけど80度ぐらいまでしか上がりませんので、でこのキープ自体はもうその IP の65っていうのを完全防水にしてますので、屋外でも使えますし、まあ、いらっていただければと思うんですけど、全然熱は落ちません。はい、そうですね、はい、これは強化ガラスです、強化ガラスです、はい、まあ、食品のところは、はい、持っていただいてほとんどですね。で長時間やっても本当にあまりちょっとぬくいなっていうぐらいしか上がりません。これが特徴です、はい、はい、全然大丈夫ですね、はい、自然に見える、うん、あれ目印がないんですよね。そうです、ウルトラとかちゃんと見えるからね、綺麗に。そうなんです、はい、もうこれが大きな特徴です、うん、はい、それはいいね、いいです、もうこれは本当に持ってこいです、ね、特にあの環境そのミストが回ってるところですからね、とかその炉の近くとか、もう新鉄さんの中でも本当に炉の近くの今まで暑いところって水銀灯も切れが早いんですよ。もうそれこそ新品でも3ヶ月ぐらいでも切れちゃったりとかするんで、もうそういうところはやっぱりもう交換も大変だし、それこそ危険なんで、もう寿命の長いものが欲しいって言われて、で LED といろいろその競合でいろいろ検査していってということで選んだ。これも一般家庭用みたいなのは、そこがなかなかですね、はい、ないですね、欲しい、欲しい、なかなか出ない。ああ、そうですね、あの一番小さな50ワットもありますけど、やっぱりコストを考えればなかなかやっぱりですね、家庭用では長時間で明るくって、はい、
色の色が入っているのはね、家庭に欲しいね。そうですね。目に優しいね。目に優しいね。だから作業効率がいいっていう。そうですね。あのフォークリストでそうか、だけどパッと LED だったら一瞬危ないでしょ。そうそう。一瞬これはそういう全然大丈夫ですね。特にあの体育館なんかで、あの競技なんかありますよね、うん、バレーボールとかバドミントン の、実はアイシンさんの大会をつけたんですけど、あのバスケットもそうですけど、その上を見る競技の方はもう絶大なる、これいいねっていうふうに、今までは水銀灯でも眩しかったのが、もうほとんどグレアがない、グレアっていうのがない、強化してた。眩しさね、チラチラチラか、チラチラか。現場では水銀灯がメインです、ね、そうです、水銀灯の代替で、まあ、あの今書いていただくのが一番です。このアップテイクと全部一緒で設計してるのが、そうですね、これちょっとセルテープでダメなの、この中にアップテイクですね、はい、これは電気工事的に簡単です、はい、もう全く置き換えるだけなんです。そうです、 LED の工事ご存知かもしれません、あの要は外してそのままつける、うん、でもともとの水銀灯のそのアテキでございますが、そこはもう直結でストレートに、はい、でこの原理っていうのが、交流をですね、交流が入ってアテキに入りまして、いっぺん直流に変換するんですね。でそこで静流化させて、また交流で出して光らせてます。あ、交流でこれ交流で光らせてます。ということは継続的に言えば点滅してるわけだね、はい、あ、そうですね。でパルスで出してます。はい、だから直流を交流、交流をで、実はこのコイルに、あの要は電力、あの電線が、ま、あの要は巻いてある磁石ですね、こういったネジウムっていうかですね、フェアドコアで、はい、磁力点がこうですよね。はいはい、こうです。今度こっち側も同じように、これは2つは止まったんですか。プラスとマイナス、プラスマイナス、ビューッといったらビューッとして、そうです、今度にこちら引っ張る方でビューッとして、そうです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 、そういうことですね、こういう形で魚差しに、そういうことです、だから1個だけでダメなんです、2つないとダメ、そこで、そこで磁界を発生させる、そうです、カールマンコの方法でやろう。蛍光灯は放電ですから、蛍光灯とか水銀灯は放電ですので、フラメントからふわっと放電してる、だから安全性も一番これ安全なんですね。要は火花が散らないんです。そうなんですよ、もう蛍光灯なんかポンと割れたらやっぱりパスッとこうね、うん、散りますけど、一番安全な放電やから相当電圧もね、そうです、高いです。遠い商売小さいのできるかも。それは可能は可能ですから、人間の頭で、どんどんやっぱりコスト的なものが下がってくれば、まあ、家庭用にもっていう、目的によってはね、そうですね、はい、多少高くてもね、そうですね、効果はほぼ、特に最近言ったの吹き抜きの家が多いので、やはりどうしてもの吹き抜きのところって、もうそれこそ LED でも使われてますけど、寿命の長いものが欲しいと思いますね、そういうところはバルブ方式で延長を作ってるので、はい、まあ、そういうのは使います。まあ、それはちょっと寿命は短い。そうですね、はい、一応寿命が短いで5万時間っていうふうにはありますけど、まあ、保証も3年ぐらいとらしいと思います。こういうランプでございます。今まで歴史は長いんだけどなかなかうまくいかなかったのは安定期と昔のね、ただあの4月と別々に作ってます、はい、これをこの会社は一体型にして、でやはりなぜ普及しないのか、いやこんなにものなぜ普及しないのかっていうのは、先ほど言いました通り、まず特許の特許が切れない、切れないというのはやっぱ特許の問題と、やっぱり電波法です、電波法、これが最大ですね。やっぱりノイズが出るというところが一番その企業さんの懸念さんだったので、やっぱりあの、電波法に抵触するというところでは当初からしっかり、はい、日本の電波法、日本の総務省の定められる、海外ではもっと緩やかなの、海外はもうあの EMC というテストで、それこそあの緩やかな、で海外では使えるんですけど、日本ではやはりその電波法っていうものに抵触するというのが一番の、そのだからまあ手術室に小さいのつけるかったらいいかも。そうです。で電波法自体は、50ワット以上なんですね、だから23ワットとか30ワットとかっていうのはもう